こんにちは、こんばんは。梅チャンネルの梅です。今日は朝でございます。今からみそのユニバース、映画みそのユニバースのロケ地へ行きたいと思います。結構今宮恵比寿神社から近いんで、こっから行くとしましょう。どこやったかな、こんな線路なかったよな。なんか国際旅行あのマーク見たことあるけど、何回乗るこれ。ほんなら南海電車、ナンバーパークスの方から。さて、どこやったかな。久しぶりに来るからもしかしてこっちかもしれへんわ。あ、入ったよかった。まずは霞の家を見ます。っていうか、霞の家と何が公園行きます。今日は私もそこぐらいしか行ってないんで、多分こっちの方やったと思うなっていう感じです。映画からはね、一回壁がね、塗り替えられてるんで、綺麗になってると思います。ええ、もう神頼みはやめて。こっちかな。あ、広田神社。ここを行ってすぐかな。こっちだったかな。こっちかもしらんわ。手が寒い霞ちゃんの家はどこやったかの。広田神社。そうそう、ゴミ箱があるで。状況が綺麗。うん。こっちだったかな。あ、こっちだ、こっち。え、ちゃうかったかな。なかなか道路見たらわかんねんけど、あの道路ってもっとマンション、でっかいマンションがある道路やと思ってんけど、もしかしてこっちかな。あ、なんかこっちのような気がしてきた。なあ、スバルがたこ焼き食べてたところらへんじゃないですか、これは。そうやそうや、ここを左に曲がればすぐかすみちゃん家になります。でっかいマンションがね。マンションか、公団か。マンションなんかマークついてる、なんか要素あんねん、これ、ここらへんに。そう、公団かな、どうで。なんたらマンション1、2とか言う。ここでみんながロケ弁食べてたっていう歩道があります。あ、ここここ、たこ焼き屋出会ったことないんやな、私。何回も来てんねんけど、ここでたこ焼きをね、焼いてはったんですけど。はい、かすみちゃん家到着しましたよ。あら、上にカバーできてる。閉店所？こんなん前からあったんか。古そうやからあったな。古そうやもんな。もう家はクリーム色に塗り替えられて、サッシも綺麗になってるかな。
すごい古いうちやねんで。電気がお前電気がついてる。まあね、ここがスタジオですね。あ、ここもなんかクーラーの室外機が電気ついてる。ここがスタジオです。かすみちゃんの。じゃあ次は何屋公園行きましょう。あ、居酒屋もありますよ。ここで弁当を作ってもらってたんですよね。ここも入ろう思って入ったことないよな。もうさすがになくなってんな、ユニバースのポスター。いつもここに飾ったんだけど。あと早すぎて出店も出てない。寂しいな。残り服は来てないのか。来ました。見えてきました、あの滑り台です。見覚えありませんか。この滑り台が見覚えありますか。ユニバースで出てきた、ここのどこだか、どうかな、この辺かな、それかこっちかな、この辺かな。スバル、そう、シゲオが目覚ますところ、ね、普段はゴミにもなくて綺麗にされてます。それでシゲオの道をたどります。シゲオくんの道はこっちでございます。何和区にある何和公園です。山水に吉の波に何和の和ってないだ、早いっていうじゃな、うん、ろうそくちょっとホームレスの方もいらっしゃいます。前のこっちには野球場もあります。ここですね。これついたてが短く切られちゃったんですけど、元は同じ塀の塀がありました。落書きは変わってないかもしれへんな。ここにスバルがこう、シゲオがこう来て、なんやろうって来て、ポンと出て、ここでマイクを奪い取って歌うという。鳩だらけです。シゲオの座ってた、あ、屋根なくなってる。藤棚みたいなあってんけど、あ、ほんまやね。たまに来るといろいろ変化があるな。こっちもな、私来てから新しく公園みたいになって、石のところずっと工事しとって、何してんやろうと思ったら、あの、この建物も新しいはずね。え、シゲオ椅子に行ってみましょう。似たような椅子がね、2つか3つあるんでね、どれかがどれかがシゲオちゃんの椅子でございます。ハンバーガー食べてましたね、ここで。たまにホームレスの人が寝てるときあったから。いや、富士山なくなってすっからかんになってる。あれ、あそこに女鳩？あ、石やな。これが修行椅子か、もしくはあっちが修行椅子か。この2つ柵があったやつやったと思うねんけど。壊れた、修繕していくな、木の当たる。ということで、みそのユニバース
ロケ地2つだけですけれども巡りしました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。スバルファン来い。それじゃあ次の動画でー。